迫る東軍、本陣壊滅は目前。呪光王が打ち出す、戦況一変の妙手を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、迫る東軍に呪光王が打ち出す妙手について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。ご方面の戦略転換により、王に狙われることとなった呪光王。しかし、目前に迫る死神に対し、呪光王は慌てる素振りすら見せません。この窮地からでも、呪光王には、起死回生の策があるのでしょうか。ここから呪光王が打つであろう対策と、その後の戦略について考察してみました。自分はこの部分をこう思う、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。投稿後3時間以内のコメントは、一部を除いて、すべて返信させてもらいます。また、面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、呪光王の平成。予想以上に、手強い、15軍を前にした5本命は、強撃に加えて打ち出した、呪光、呪光策。この策によって、呪光、乱美白軍の協力を得て、東軍が、混浴軍の拘束から解き放たれ、15軍本陣を狙った急襲を敢行し、すでに、呪光王の目前にまで迫っています。この危機に、呪光王の側近たちは狼狽し、一時、撤退や15城への退却を進言するほど、かつての真偽の死闘を考えれば、ここまでの緊密な連携は想定外ですよね。呪光王も、いつからそんなに仲良くなったと、真偽の連携に突っ込んでいましたね。しかし、そんな想定外とも言える、真偽連合軍の連携による危機にも、呪光王は考える素振りこそ見せますが、裏返る様子を見せません。呪光王は、間近に迫るこの窮地に対して、どのような策を講じるのでしょうか。まずは側近たちが愚心している、15城への撤退の可能性を考えてみましょう。2、15城退却は悪手。呪光王が側近から愚心されている、15城への呪光王軍一時撤退。これは、考えるまでもなく、悪手ですね。重火軍の布陣を見てみると、中央の呪光王軍の背後には、退却の障害はなく、直進すれば15城にたどり着くので、一時撤退は不可能ではありません。しかし、最終防衛戦にまで、東軍が迫る今、東軍の足止めをできる軍も、近くにおらず、今から後退して城まで逃げようとしても、途中で、東に背を打たれるだけです。東軍の勢いを止められない、この状況で、策なしの撤退は分が悪すぎる賭けと言えます。では、十箇条への撤退が悪手なのであれば、眼前に迫る死神、東に対し、呪光王は、どんな手段を講じるのでしょうか。この戦況で軍略的に考えると、重光軍の元、白霊軍が、鍵になりそうですね。3、呪光王軍の活路。現在の月地平原の戦況を考えれば、呪光王軍の活路は、右以外ありえません。15国軍が、軒並み混戦の最中であるのに対し、元雲、白霊軍だけは、陣形が安定しており、間に合流を阻む、真偽連合軍の部隊もいません。また、逃げ場以上に、元雲、白霊軍との合流は、兵数の上でも、戦略的な意味をなします。まず、呪光王軍1万が合流すれば、元雲、白霊軍の総数は 4.5 万となります。対して、正面の義軍の兵数は不明ですが、全義軍7万を普通に暗軍すれば、本陣の五方命軍が少なめの1万となり、残り4万は、それぞれ、均等に 1.5 万と推定できます。そうなると、純英ら義軍の合計は、乱美白軍と、流派精鋭部隊を除いた約4万。追撃に来た東軍を合わせても、戦力比は、15軍 4.5 万、対、真偽連合軍5万前後となり、兵数の上だけで見れば、ほぼ互角の状況を作り出せます。ただし、この場合、懸念となるのが、15軍は、義軍と東軍に強撃される配置となること。しかし、この状況さえも、呪光王の妙手によって、真偽連合軍の有利が打ち消される可能性も。4、真偽強撃への妙手。義軍、東軍による強撃という危機に対して、呪光王が打つであろう最善手。それは、対戦相手の交換だと考えられます。策としては、東軍に迫られる呪光王軍は、ひとまず元雲、白霊軍へと逃げ込みます。逃げ込んだ呪光王軍の代わりに、元雲軍が、半数の兵で東軍を迎撃するのですね。
そして、陶芸劇に出た元王と交代で、呪光王が、白霊軍と元王半数を指揮下に編入。こうすれば、新義連合軍の強撃完成前に、元王が、同数の兵力1万で、陶軍を抑えられます。もし、この通りに展開すれば、陶と元王という、剣の達人の一騎打ちが実現するかもしれません。そうなれば、出陣地に、元王の前を歩く兵の、複数の剣の伏線が回収される可能性も。対して、義軍は、兵数こそ変わりませんが、将の不在や戦死の影響で、過半数が弱体化。さらに主力を絞らせない三軍での減枠戦術も、将が10年一人となったことで無効になっています。この状況を作り上げれば、呪光王軍は、東軍急襲による窮地を脱することができます。しかし、呪光王の目的は、撃回避にとどまらず、さらに、先にまで狙いがありそうですね。最終的な狙い。最終的に、この状況で呪光王が目指すのは、五本明本陣への強撃だと思われます。劉邦の離脱で、義の前線部隊は弱体化し、突破の可能性も見えてきました。もし、呪光王、白霊軍が10年を抜ければ、五本明に、戦闘軍との強撃を仕掛けられます。現在、五本明、劉邦、緑臣軍による、包囲網を敷かれている戦闘軍ですが、呪光王軍が10年を抜くことができれば、強撃の掛け合いという戦況を作れるのです。強撃同士、一見互角ですが、乱美白を離れた今、戦闘運を止められる武将は、この場にいません。緑臣と乱美白二人で互角だったことを考えれば、乱美白の代わりが、劉邦では役者不足なはず。この状況を作らせないためにも、新義連合軍では、呪光運、白霊軍を足止めし続ける。呪霊の風船が、非常に重要になってきます。まだ、実力が未知数の将軍ではありますが、彼の活躍も楽しみですよね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。